はいどうも、大悟です。というわけで本日も独断の変形度、変わっていく根拠をもとに解説していきたいと思います。本日のテーマは、いつになっても友達ができない人の口癖トップ5ということでですね、これ言ってる人というか、この言葉が頭の中だけでもそうですよ。口で言うんじゃなくて、頭の中でも自分に言ったりとかしちゃってる人って、本当に友達ができないんですよ。いい友達が。で、できたと思うと騙される。要するに詐欺師みたいなやつしか友達にならないんで。で、そういうですね、いつになっても友達ができない人のですね、口癖、えー、トップ5をやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。第5位です。はい。第5位が、 誰も自分のことなんか理解してくれないです。はい。これね結局ね誰かを理解することが友達を作るための方法なんですよ。相手を理解してあげれば友達になれるんです。ところが自分のこと分かってくれないってずっと言ってるとどうなるかっていうとそや誰も友達になってくれないよねと。友達になりたかったら理解してもらいたいんだったらまずは自分が理解してあげないと。ね自分の居場所がないと思うんだったらまずは自分が誰かの居場所になってあげないと。 っていう考え方です、はい、結局ね、誰も私のことなんか分かってくれないんだわっていう人って、めちゃくちゃ自己中なんですよ。ごめんなさいね、これ一発目からディスるとあれなんですが、はい。結局こういうふうに自分は理解されるべきっていう、まずは自分が何か利益を受け取らないと行動できない人っていうのは、結局自己中でですね、他人とのコミュニケーションが非常に困難になっちゃうってことが研究で分かってるんですね。だからまずはこう自分がすること、はい。自分が相手を理解してくれ、理解相手を理解しても、相手が自分のことを理解してくれた可能性もあるんですよ。 そういう場合は別にお付き合いしなければいいわけなんですよただ誰かを理解するってことをするとそ理解するスキルが上がってきますよねでそれで何人も何人もそれやってったら本当に相手のことがちゃんと理解できてればいつかどっかで友達できますから、はい、よくあるのが「いや,いや自分はあ手の話をちゃんと聞いていて理解してるのにでも向こうがもう誰も私のこと分かってくれないんです」っていう人いると思うんですけどそれはね理解できてないのよ はい。だからそういうふうに、相手を理解する能力を高めるっていうのは実はすごい重要なポイントなんですが、それができないんで、やっぱり自分が理解されない、なんてひどいっていうふうに思っちゃうとですね、うまくいけなくなってしまうので、ぜひですね、直した方がいいっすよというお話でした。はい。続きましょう、第4位です。はい。第4位は、私には関係ない、僕には関係ない、です。はい。え、これどういうことかっていうと、その話僕には関係ないから、みたいな風にビジネスじゃないのにこの線を引いちゃう人っていますよね。 これあんま良くないです。はい。関係なかったとしても別に共感はしてあげられるんですよ。同意する必要もないし、保証する必要もないんだけれども、ただのね、あの友達関係なんだから。でも、自分には関係ないじゃなくて、自分の友達に関係してだから関係あるよね、ぐらいな感覚でいいわけですよ。連帯保証とかなんかそういうのやっちゃったら問題だけど、共感だけ、感情的には関係してるよねって。 っっっててていう風に思ってあげるっていうのは大事なんですねでもこれができないと他人の気持ちとか意見とかをですね軽視する人もうこいつの話しても聞いてくれないんだろうな、まあ、土壇場でこいつきっと裏切るんだろうな,なんか無視するんだろうなって見てみるようにするんだろうなと思われちゃうとどうなるかっていうとやっぱり友達にはなれないですよねはいだからあの自分とは関係ないんだけれども関係ないことなのに尽力してくれたら相手が尽力してくれたらねなんか申し訳ないなとかこの人が困った時助けてあげようなとか思うじゃないですかそうだから自分に関係ないことでも自分に負担にならない範囲で まあ関係を持ってあげる。まあ、関係してないのにも関わらず助けてあげるぐらいのことをした方が友達にはなりやすいですよという話でした。はい。続いていきましょう。第3位です。はい。第3位は、どうせ無理だから。はい。このどうせって言葉をよく使う人は、マジで友達にりいます。はい。なんでかっていうとですね、結局人間ってね、ネガティブな思考とか、悲観主義の人間を避けるという傾向があるんですよ。で、これポイントは別にネガティブでもいいんですよ。内向的でネガティブで悲観主義でもいいんですよ。ただ、それであって、じゃあ、 このままだと多分うまくいかない可能性があるとこのビジネスはと。じゃあどうやってこれを乗り越えられるかなどうやってこの失敗を糧に変えられるかなっていうふうに、ネガティブからのこの前向き、要するに代替案を提示するとか解決策を提示するって、ここまでやってあげれば、ネガティブな性格でも人から信頼されるようになるわけですよ。あの人はいつも問題点を見つけて、その解決策を提示してくれるというふうになったら尊敬されるので、だからそういうやり方ができるのにもかかわらず、どうせ無理だっていうのは悲観的な部分だけにこもってるんですよ。 じゃあ、無理だと思うんだったら、どうすればできるようになるか考えようぜって話なのに、それを止めちゃうんですよね。どうせ無理だから、どうせこうだからっていうふうに言って。そういうふうな、大体案とか、具体的に行動をですね、起こす、そのアイディアなしの、どうせっていう単語の使い方っていうのはですね、基本的にはですね、避けられます。はい。なんでね、どうせって言葉を禁止にすると。 はい。いうことをした方がいいですね。はい。ちなみにこれで、ね、どうせって言ったら、禁止ワードみたいに、どうせって一回言うたびに、なんかこう、千円罰金みたいな、なんかそのぐらいのレベルで直した方がいい、あの、靴だと思いますので、ぜひですね、参考にしてみてください。では次続いてきましょう。第2位です。はい。第2位は、あの人は自分とは違うから、です。はい。これ何かっていうと、社会的比較ってやつですね。他人と自分を常に比較していく人っていると思うんですけれども、これって、もちろんね、 あれですよ業績で人と比較されたりとかどっちが可愛いとかどっちがかっこいいとかって比較は行われるんだけども比較っていうのは基本的にはですね言い方悪いんですけども自分が例えば自分の状況とか自分の見た目とかなんかお金でも何でもそうだけどこれを比較して他人と比較して表現するってことをずっとやってるとですねこの人自分に自信がないんだろうなって。 自尊心が低いんだろうなっていうふうに思われるんですよ。別に簡単に言うと自信がなくて名ラだなって思われるんです。人と比較してるばっかりいる人って。つまり他人の目を必死に気にしてるように見えちゃうんで。だから、そうするとやっぱり人間ってね、もうこれ一っちゃ悪いんですけど、やっぱりメンタルが悪い人と付き合うと長続きしないんですよ。 っていうことを裸で分かってるんで、避けられちゃう可能性があるわけなんですね。で、これはやっぱり、あの他人と比較しないでもやっていけるようになるためには、まあ、独自性を持ったりとか、えー、自分はここが強みだよねって強みをに理解したりとかする必要があるので、難しいところではあるんですが、他人と比較しなくても、自分の魅力を定義できるようになりましょうというのがですね、えー、ここのポイントでした。ぜひやってみてください。では最後、第1位です。これはね、なんかスピリチュアルっぽくて、本当と言いたくなかったんだけど、言いますね。はい、1位はですね、自分は運が悪いという口癖です。はい。 これどういうことかっていうと、私は犠牲者ですって言いたいわけです。だって、運ってさ、自分でどうにもできないっていう意味で使われるじゃないですか。つまり、不運ってことは、自分がどうにもできない状態で被害を被った、悲劇を受けた、悲劇のヒロインみたいな感じですよね。 はい悲劇がね襲ってきたっていう言い方なんですよこの自分を犠牲者として常に見るっていう習慣はですね他人と関係を作るのを非常に難しくする傾向があるというふうに言われてるんですね人間関係って必ずぶつかります友達でも恋愛でも家族でも必ずぶつかるからだからもめないようにするんじゃなくてもめてもうまくやっていく方法を考えなくちゃいけないんですよところが自分を常に犠牲者であり被害者であるというふうに考える人ってぶつかった時に自分は被害者だから 相手がこの誤ってくる相手が関係を修復してくるのを待とうとするんですよ。 結果どうなるかっていうと、相手も同じことを思ってたら、解決しないじゃないですか、それって。で、結局ですね、友達できなくなっちゃうんですよ。友達がね、多い人っていうのは、揉め事を解決するのが上手い人なんですよね。乗り越えるのが上手い人なんで、やっぱり自分を犠牲者だというふうに思うのではなくて、自分の力でどうにかできるこの関係はっていう感覚を持っていかなくちゃいけないので、だからこのね、犠牲者として自分を見る習慣っていうのは、友達ができない人の口癖になるわけなんですね。ぜひですね、参考にしてみてください。でも自分は友達なんかできないしなと思う方、ご安心ください。トークが苦手でもんとかなります。 性格は内向的にでも全然同じです。むしろ魅力に変える方法があります。HSP だろうと ADHD だろうとですね、あの友達ってできるんですよ。ただ、作り方が違います、はい。要するに、みんなと皆さんが違うんだったら、みんなと違うやり方じゃないと友達できないんですよ。みんながやってる、陽キャの人たちがやってる、いやめーんってイェーイみたいな風にやるようなこうクラブとかでハイタッチとかするような人たちと同じような友達の作り方をしたら、死にますよ。僕も多分死にますよ。そんな作り方をしたら。自分らしい友達の作り方をするから、 自分らしいでできるわけですよでそんな方法をですね、d ラボでは解説していますので、ぜひですね、ガイロの方から d ラボでもチェックしてみてください。人間関係とか友達とか自己開示とか調べるとですね、結構いろいろ自分に合ったコミュニケーションで,ですね友達を作るための方法が出てきますので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、影響までございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。続きは概要欄の方から d ラボでお待ちしています。